こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回はスナックワールドトレジャラーズやっていきましょう。街のクエストを受けに行くところなんですが、あの服屋さんでちょっと面白いクエストを見つけたので、今回はそれを受けます。ちょっと覗いたんだよね。おそこのあんた、ちょっと頼まれてくれねえか。ジジイサウルスってやつ連れてきてくれ。長生きなので物知りなモンスターなんです。なのでうちの名前の息子を彼につけてもらったんですが、その名前が究極ヒロシ、ヒロシ、ライアン、マル、ケル、デカール、ヒロシ、ルイス、タロー、マル、エドワード、ヒロシ、セルゲイビッチ、ボショコビッチ、ニュアブ、テン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 になって、ヒロシ、ヒロシ、エクスカリバー、マサムネ、ルーベル、ヤシャクロ、長すぎて困ってるんだ言えなかった。いつも長すぎて名前書いてる間にテスト終わっちゃうんだ。名前が長すぎる息子になってるんですよね名前が、おかげで息子は一生って出てんだ。文句言ってやりてんだ。いや、その名前を OK だってつけてる時点でもうすごいと思うけど、モンスターに名前つけてもらえるんだね。助かるぜ。私の心は旦那と同じです。やっほー。冒険者さん、ジジイサウルスによろしくね。悲しみのネーミングセンス、すごい悲しい。あの、これは、T ランクで言うとちょっと低いやつなんだけど、これだね。デストロイヤーアックスが目玉報酬、他はホリデーリング、ホリデーブレスレットとかが出るやつだね。行ってみます。とりあえず目玉報酬が欲しいのと、この息子くんも暗記力すごいよね。あれだけ長い名前を覚えて、あのテストのその名前の欄に書こうとしてるのがすごいと思う。うん、いやー、記憶力欲しいわ。はい、マカロマウンテン、おお、来てくれたか、よろしく頼むぜ。ダイス、話し方がわからんな、なんかテヤンディみたいな感じバシッと頼むぜ。誰かに似てるんだけど、誰に似てるのかがちょっと思い浮かばないんだよね。ヒロシっていう名前からなのかな。やい、ジジイサウルス、ここにいたのか。早いね、終わった。はい、クリア。とりあえず、お、出た出た。デストロイヤーアックス、宝箱からもらいましたので、今回の最後のじゃんけんのところは目玉ではない。何があるか、確認してみます。これってどっちでも出たりとかするんですかね。私まだ、道すがらゲットした目玉報酬もあれば、どっちもなかったりとかっていうのがあるんですけど、やっぱり最後のじゃんけんのところには出てこないのかな。あ、勝った。パ、勝った。決め。あいこ。チョキ。あ、負けた。2番目。何にしようかな。ホリデーリング。フライングキャットだね、どっちも。ホリデーブレスレットリング。ダージリンキー。いや、どっちか。ブレスレットリング。リングかな。はい、ホリデーリングにしてみました。ゲット。こんな感じだね。あとはレアのデストロイヤーアックス、ブリタニアエンチャントです。で、名前どうなるんだろう。すごいそこが気になる。なるほど、つけた名前が長すぎたと。そんな理由で呼びつけるとは勘弁してほしいわい。とは言っても長い名前の半分はお主がつけたはずじゃぞ。え、そうだったっけ。すまね、記憶がねえや。ないんだ、記憶。まったく都合のいいやつじゃ。とはいえ、このままでは困るの。せっかくじゃし、名前をつけ直すことにせんか。そんなことできるの、解明。あ、それいいな、そうしよう。いいの。あ、じゃあまず究極は外せない。そこ一応いらない気がするけど究極を入れるのは必須ですわ。そうなんだ、究極だけは絶対に外せねえんだ、知らなかったあと、いちごだけ加えようかな。お腹すぎても本末転倒じゃし。じゃあ皇帝をつけて、究極皇帝、いや、アルティメットエンペラーってのはどうよ。カタカナ化してるんだけど、名前だよね。あの、称号とかじゃないよね。私なら勝利をつけたいわ。究極勝利、いえ、パーフェクトゲーム。スポーツで大活躍しそうないい名前だと思わない。わしはあの名前だけは外せんな。そう、究極ヒロシじゃ。え、無敵感と素朴感を兼ね備えたいい名前じゃと思わんか。
すっげーなんか全部かっこいい。すっげーこの息子がすっげーさてどう決めるかな。え、私決めるの。え、どうすればいいの、これ名前。それならみんな納得ですよ。嘘、本当に名前が長すぎる息子の名前を決めることになっちゃいました。しかも3択。え、究極の選択じゃない、これこそ究極だと思うんだけど。どうしよう。え、究極皇帝か究極勝利か究極ヒロシでしょ。え、皆さんだったらどれにする。これめっちゃ悩むんだけど。え、これでこの息子くんの将来が全て決まると思うとどうしよう。え、でもテストで書ける名前がいいんだよね。普段なんて言うんだろう、ヒロシ、ヒロシだけで呼んでくれ。ヒロシくんでいいじゃないかお、完璧だぜ。いいの、本当に見事ですわ。本当に、はい、ありがとう。この名前大事にするよ。うん、え、OK なの。悲しみのネーミングセンスを私も背負ってしまったんですけど、話しかけよう。聞いて聞いて、究極ヒロシとは俺のことじゃ。やばねえねえ、名前が究極ヒロシになってる。ってことはこれって他の2つ選ぶとその名前になるってことですよね。え、待って、皆さん何を選んだんですか。え、なんて名前になってるの。変わるってことですよね。これすごいね。いや、照れちまうの、ありがとう。いいの、本当、もうありがとうな。おかげで息子人気者だよ。俺も改名しようかな。いや、若旦那のままでいいって。大丈夫だって。ありがとう。息子の名前いいらしいよ。いや、人気者になったんだったらよかったんだけどさ。普段はヒロシ君っていう呼ぼう。しかも上の名前よくわかんないんだけど。ワンピースというのを買ってみたけど、足元スカスカするからやっぱり鎧でいることにするよ。足元の守りは大事、大事。はい、なんかすごいクエストだった。次行ってみようと思います。こんなところにマーメイドちゃん。マーメイドちゃんスナック持ってるので、スナックで仲間にはなってるんですけど、クエストでも仲間になるっぽいので受けてきます。トップアイドルだよ。乗ってるかーい、イエーイ。海のトップアイドルマーメイドがビッグニュースをお届け。ニュース、タラバンガニアンで洞窟コンサートやっちゃいます。でもあそこ行くの一人じゃちょっと心配なのよね。ほら、私って人気者だから熱狂的なファンが多くって。ねえ、そうだ。ねえねえ、一人ファン後ろいるよ。ボディーガードしてくれない。え、いいよ。 OK、 ありがとう。じゃあコンサートでよろしく。ねえ、ファン来てるよ。マーメイドくんくんじゃない、ちゃん集客は力づくで。これファンじゃない。いやー、夜勤明けなんだ。日光が眩しいぜ。コーヒーでも飲むから。ファンじゃなかった、ごめんじゃクエストに行ってみようと思います。ファンのおじさんかと思ったよ、びっくりした。T ランクは2、ハリセンソードがもらえるんだハリセンソードに、まあ、なんかボーナスとかポケットとかもありましたね。クエストレベルは15。行ってみます。取り急ぎのタラガバンガニア。うわ、来たー、ニーニーズ。さっき久しぶりに、この前乗ったけど最近また乗ってた。セクシー、この登場の仕方意外と好きです。はい、じゃあ一番奥まで行ってみよう。なんか BGM が違うね、普段のタラバンガニアと違う。イエーイ、乗ってるかーい。マーメイドのコンサートに来てくれてありがとう。最初から飛ばしてからみんな頑張ってねこの BGM ってマーメイドちゃんの持ち歌なのかな、なんかそんな感じがする。とりあえずスイッチ押しながら、一番奥まで進んでいきます。レッツゴー。聞いて、来た、この先が本番。みんな乗っちゃって、拳を突き上げて、ヘイヘイヘイ。拳なの、ライト振るとかじゃないんだね。アイドルのコンサートちょっとあんまり行ったことなくてわかんないですけど、ライト振るイメージが強くて違う感じだった。3階席のみんな元気な声を聞かせて。イエーイ、来た、この前はどうもっす。まあまあだね。あ、終わった。3階席のみんなめっちゃいい感じ。何階席まであるんだろう、このノリ楽しいっす。何階席まである。よし、まだまだ行くよ。次は2階席のみんな元気。あ、終わった。イエーイって、違うわ。歩きざめ。終わった。え、洞窟って何階とかってある？席がある？え、ホール？
ホールになってる。クエストクリア。あ、とりあえずね、クエストをクリアしていきます。はい。で、最後報酬ハリセンソードあった。長期一人勝ち、久しぶり。まあ、これをもらいましょう。ハリセンソード、うん、ノーブランドのハリセンソードはまだゲットしてなかったので、コレクションやった。他にもこれフレッシュコロンが落ちたのと、ハリセンソードはこんな感じの、マリンホワイトファイターバスターついてました。これなんか続きありそうだよね。いや、めちゃめちゃ踊ってるよ。コンサート楽しかったよ。終わったんだ、みんなセンキュー。終わったらしい。あれごー、最高だったっす。マーメイドパンツァーイ、おー、マーメイドちゃん。なんか動きがあのなんかちょっとオタクっぽいんだけど、また絶対会いに来るから待っててね。タラバーイエーイ、ガニアンイエーイ、え、私も踊ってるんだけど、タラバーイエーイ、カニアンイエーイ、え、このノリなの。ってわけで、またボディーガードお願いするわ。え、だからちゃんとスナック登録しといてちょうだい。やったー、こうやってスナックの登録なんだね。あ、しかもなんか超遠いんだけど、写真を撮るところがめっちゃ遠かったはい、マーメイドのメイちゃん、スナックを手に入れました。みんなノリノリだね。また冒険してあげてもいいわ。やったー。あ、最後踊りながら終わるらしいです。はい、ということで、集客は力ずくで受け終わりました。最後までご視聴ありがとうございました。とりあえずあの長い名前の究極ヒロシ、私はヒロシにしました。はい、まだの方はチャンネルご登録、高評価、コメントお待ちしてます。それではまた、 See you。